どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、韓国風くびれ巻き、これのやり方についてご紹介します。韓国風くびれ巻き、こんな感じでね、美容室行った後とかね、こうスタイリングでね、皆さん作っていただいたりとかね、あ、こんな感じにしたいっていう風にね、髪型作ってもらう方も多いかなと思うんですけど、自宅で再現した時にこんな感じにならなくないですか？多分難しいかなと思うので、今日はそれをね、簡単にできるとっておきの裏技テクニックをご紹介します。今日使うアイテムはまずね、ゴム、これを4本、あとはコテ、ちょっと太めのね、32ミリだったりとかで、巻いていきます。あとね、節、最後にね、スプレーだったりとか、これの付け方もね、このキープの仕方もご紹介していきます。結構パパッとできる方法になります。で、長さ的にはこう大体ミディアムぐらい、まあ、鎖骨だったりとか、そのぐらいの長さの方におすすめの方法になりますので、ぜひ参考になさってみてください。それでは動画をどうぞ。じゃあまず分けていくんですけど、サイドを耳から、耳後ろですね、ここで縦に割ってもらって、サイドの部分で、これを大体こう鉢の部分で2つに分けたいんですけど、鉢っていうのはこのこう頭をこう丸みがあって、この張ってる部分ですね、日本人特有の張りがあるんですけど、そこの部分でざっくりでいいので、こんな感じで割ります。で、まずね、上の髪の毛を一回ちょっとザカールで止めて、下の髪の毛を少しね、ちょっと櫛でもいいので、しっかりと溶かして、ゴムで結んでいきます。で、この時になるべくね、床とこう平行の角度で、根元付近からしっかりと結んでいきます。ずれないぐらいで結んでいただければなと思います。上の髪の毛は、どちらかって言ったら、もう少し寝かし気味というか、あまりこの角度のこうピッと頭部に対して平行っていうよりも、少しこう寝かした状態、ペタッとした状態で根元付近から結んで、こんな感じで結んでいただければなと思います。で、両方ね、こうやって結ぶとこんな感じです。じゃあまず下の髪の毛、絡みがある方とかだったりとかね、はちょっと一回こう溶かしてあげるとベストかなと思います。下に溶かして、手で内巻きに巻いていきます。くるくるっと。で、この時にこうこの状態で、横の状態よりも少しひねってあげる、こんな感じでカールをつけていきます。このぐらいのカールです。で、次に上の髪の毛ですね、ここも同様に櫛で少し溶かしておきます。若干ですけど、こう前に、斜め前に引っ張っていただいて、コテを次に外に向かって巻くので、レバーをね、前に顔周りの方に向けて髪の毛を後ろに巻き込んでいきます。で、この時になるべく1回転、こんな感じでね、1回転だけ巻き込む、これが少しポイントなので、あまりグリグリ巻きすぎるとね、バランスがおかしくなってしまいます。で、そのまま少しずつ計算機の部分に滑らして、こんな感じのね、カールがつきました。両方巻き終わった状態です。まだね、カールは崩してない状態ですね。ここからゴムを外してカールを崩していきます。では外していきます。もう外すのはね、どっちから外していただいてもいいんですけど、まあちょっと土台となる下の部分から外していきます。ね、ほぐしながらで、上の髪の毛も外していきます。で、もうほぐすって言ってもガーッと何て言うんですか、指を入れるっていうのではなくて、優しくね、こう溶かしながら形をつけるように溶かしてあげる。ちょっとね、このパールの毛流れみたいなのを作りながらと綺麗に仕上がります。前から見た時はこんな感じです。上のね、髪の毛がこういう風な毛流れが出て、このね、隙間、ここが結構ポイントなんで、ここをね、こう内巻きに入る、ひし形なこうシルエットになっていれば OK です。これをこう外すとね、大体こんな感じのシルエットになってます。この状態だったらやっぱり結構崩れやすかったりすると思うので、まあ、キープする方法に関してはやっぱりスプレーでキープをしていきます。で、ただ上からね、こうスプレーをこうバーッとかけてしまう、これだけだとね、結構崩れやすかったりするので、どうするかというと、このね、この隙間結構ポイントなので、ここに指を入れてスプレーを根元の方からかけてあげる。
うん、この時にね、顔に結構かかりやすいので、皆さん気をつけてください。空気を入れるようにでやってあげると、下からね、このカールとこの毛流れっていうのが綺麗にキープされます。はい、ということでね、こんな感じでやってみました。ゴムの角度だったりとか、あとはコテを入れる角度、結構ここも重要になってきますので、ぜひね、何度か動画を見て参考になさってみてください。今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後も皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。